平方神社は、新潟県長岡市にある、諏訪神社。境内には、長岡空襲の犠牲者を慰霊する、長岡市千歳巡難者慰霊ともあったに隣接する、平方公園に移設。旧社格ははじめ号社、あとに県社。長岡市市では、平方諏訪神社と表記されている。祭人は県漁名豊富命。江戸時代の車両は40国。俗称は、佐都市慶様。 昭和初期の平方神社境内。写真左の塔は、中列、安志健志非根流736年。この辺りで薬病が流行った頃、北陸を巡っていた行器が自作の不原菩薩の仏像を奉納して記念したという。なお、長岡市市では、創立年月日不詳とされる。かつては長岡停車場付近にあり、上杉賢神及び上杉影勝の尊数扱ったと、 される。堀氏の築城計画の一環として、現在地に移転した。越後長岡藩に、牧野氏が違法した後は、長岡藩の祈願書となる。原独年中に判明により、腰郡高畑村の青木諏訪社が合資され、信濃国の諏訪本社の取り次ぎとなる。明治5年4月に孫社に列し、大正10年に合社、昭和3年に県社に昇格する。かつては、 佐都市経院という東山派主元堂の別当時を持ち、長岡市市観光当時の社市である桃田市の祖という。佐都市経院は、長岡藩内の廃家寺院19院の触れ頭であり、越後長岡藩より工遇される。佐都市経様の故障は、この別当時が由来になっている。平方公園に立つ長岡市千歳巡難者慰霊党、長岡空襲では、 平方神社の境内で亡くなった人が、長岡市内で最も多かった。そのため、平方神社の境内に、慰霊塔を混流しようという運動が始まり、1958年11月、一般からの寄付都市及び、県の補助金により、長岡市戦災巡難者慰霊塔が混流された。その後、老朽化が進んだため、潜在50周年にあたる1995年に、 隣接する平方公園に修復、移設。長岡の市街地に立地する。ありがとうございます。